これより会議を開きます。この際ご報告いたします。お手元に配布してあります通り、今国会期中本委員会に参考送付されました陳情書は、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に関する陳情書1件、また地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、福島の復興再生について中長期的な対応を求める意見書ほか1件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。東日本大震災復興の総合的対策に関する件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合は、議長に対し委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他所要の手続きにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。